こんばんは、ゲーム屋和です。この番組では、毎回一つのゲームを取り上げ、三つのテーマで、内容の解説や、ゲームにまつわる様々なエピソードを紹介していきます。毎月1日、15日更新、前編後編合わせて、毎回約30分を予定しております。第145回、今回取り上げるゲームは、ゼルダの伝説ブレスオブザワイルド。本作の続編、ティアーズ・オブ・ザ・キングダムの発売を目前に控え、改めてブレワイの革新性に迫ってみたいと思います。それではまず簡単にゲームの紹介をいたします。任天堂スイッチのローンチタイトルの一つであると同時に、任天堂による Wii U 最後のタイトルです。ゼルダシリーズ初のオープンワールドを採用。崖を登る、パラセールで滑空できるなど、移動の障壁を極力取り除いたゲームデザインにより、オープンワールドゲームの新たな境地を開拓することになりました。BGM よりも、環境音を重視する方向性、天候や時間が流れる空気感なども含め、作り手の方々は、ブレワイをオープンエアと呼称しています。また、ゼルダの当たり前を見直すという、長く続いているシリーズだからこその、困難なチャレンジに挑んだ作品でもありました。昨年末の段階で、日本国内で200万本以上、世界累計3000万本以上の販売本数を記録。シリーズ最大のヒット作となり、発売から6年経った今も、じわじわと売れ行きを伸ばす超ロングセラーとなっています。ちなみに、ゲーム屋和で取り上げてほしいゲーム、リクエストランキングでは第3位で、視聴者の皆さんの投票による、2023年期待している新作ゲームランキングでは、本作続編のティアキンが堂々の第1位でした。ちなみに、2017年、ブレワイと同年に発売された主なソフトは、グラビティデイズ2、バイオハザード7、ニオー、ニアオートマタ、アンダーテイル、ドラクエ11、マリオカート8デラックス、スプラトゥーン2、スーパーマリオオデッセイ、ゼノブレード2などです。それでは本作の内容について掘り下げていきましょう。今回も3つのチャプターに分けてお話しいたします。それでは最初のチャプターはこちら。チャプター1、オープンワールドのブレイクスルー。本作ブレスオブザワイルドの開発が初めて発表されたのは、2013年の任天堂ダイレクトでした。当時は、まだ正式なタイトルはなく、Wii U のソフトとして発表されています。最後にお知らせするのは、ゼルダの伝説シリーズの Wii U での展開についてです。今日は、プロデューサーの青沼さんからお伝えします。こうして青沼英二さんによって、本作のコンセプトが発表されました。そのコンセプトは、ゼルダの当たり前を見直すというものでした。具体的には、従来のシナリオに沿ってゲームを進めることや、ゲーム上で定められた順番にダンジョンを攻略するといった、いわば、ゼルダの定石を見直すというものです。青沼さんのお話によると、このようなコンセプトを打ち出した背景には、ゼルダというゲームに対し、行き詰まりを感じていたからだそうです。それは、決してゲームとしての出来が悪いわけではなく、長く続くシリーズだからこそ、ゼルダらしさという、固定的なフォーマットの中で、作品を作り続けることに、限界を感じるようになったということなのだと思います。フィールドを探索し、ダンジョンに挑み、謎解きを克服して、ボスを打ち倒し、キーアイテムを獲得して、次のエリアに進む。そういったゼルダの当たり前を見直すためには、ゼルダらしさを残しつつも、新しいスタンダードを構築する必要がありました。そして、定められた道筋を進む、従来のゼルダとは異なるものを作りたいという考えのもと、新作ゼルダは、広大な世界のもとで自由に冒険を行う、オープンワールドとして作られることになりました。ただ、その方向性自体は、以前からやりたいと思っていたとのことです。それまでは、ハードの性能の問題などで、ずっと先送りにしてきた背景があり、ここでようやく実現可能になったというわけです。もともと本作は、Wii U のタイトルとして作られていたため、当初は、ゲームパッドの画面を利用した、2画面仕様で開発されていたそうです。上の映像は、ゲームアワード2014に出展された、宮本茂さんと青沼さんによる、開発中のデモプレイの様子です。テレビ画面には、ゲームプレイ映像が映し出され、手元のゲームパッドの画面には、マップが表示されていました。任天堂 DS がそうであったように、マルチスクリーンならではの仕様で作られていたようです。また、
この時点で、Wii U のゼルダ新作は、2015年に発売すると正式に発表されていました。ところが、ゲームアワード2014の翌年、2015年に、突如として発売延期が発表されます。青沼さんは、この発売延期発表の中で、自由に探索できるゲームだからこそ、たくさんのアイデアが生まれたと話した上で、限られたスケジュールの範囲内で、いわば妥協をしてゲームを完成させるのではなく、それらのアイデアをすべて作品に投入し、ベストなものを作りたいと告げていました。この配信の際、青沼さんは、岩田社長から、時間をもらった分、すごく良い作品に仕上げると、自信を持って宣言してくださいと言われていたそうです。発売を延期し、ファンを待たせる以上、より完成度の高いゲームを作る覚悟を示す必要があると、岩田さんは考えたのかもしれません。この発売延期を伝える配信の3ヶ月後に、岩田さんは、本作の完成を目にすることなく、この世を去りました。プレワイのエンディングロールには、岩田さんの名前が、エグゼクティブプロデューサーとしてクレジットされています。プレワイは、今は亡き岩田さんに対し、作り手の方々が、堂々と胸を張れる作品に仕上がったと言えるのではないでしょうか。ちなみに、余談になりますが、当たり前を見直すといえば、生前岩田さんは、ゲーム機の当たり前を見直していました。それまでのゲーム機は、遊ぶときはゲーム機を起動し、やめるときは電源を切るのが当たり前でした。しかし、岩田さんが絶対に必要だと主張したのが、スリープモードの導入でした。そのため、Nintendo DS では、機体を折りたためば、自動的にスリープになり、開けば再びすぐに起動するという仕組みになりました。もちろんスイッチにも、スリープモードが搭載されています。外出先でプレイされるものだからこそ、中断と再開が手早く行えるスリープ機能が、絶対に必要になると、岩田さんは考えていたようです。遊びかけのゲームが、いつでもすぐに再開できるスリープ機能により、本体とゲームを起動するという点で敷居が下がり、今までよりも、ゲームがより身近な存在になったと言えるのかもしれません。プレワイと関係のない話で申し訳ございません。でも、これは伝える価値のある話だと思いました。話を戻しまして、新作ゼルダの発売延期発表の裏側には、まだ公には伏せられていた、ある重大な決定事項がありました。それは、新作ゼルダは、Wii U のタイトルであると同時に、Nintendo の新プラットフォーム、Nintendo Switch のローンチタイトルとして発売するという決定です。もっとも、まだこの頃は、コードネーム NX として、新ハードを開発しているという事実が公表されているのみで、具体的な話は一切公にされていませんでした。スイッチにも対応することが決定した段階で、当初のゲームパッドを用いた、2画面の仕様も見直されることになったようです。青沼さんのお話によると、画面右下に、スモールマップを表示したところ、快適にプレイできるようになったため、Wii U 版も、1画面で遊べるものに統一したとのことです。そして、2016年6月に、いよいよゼルダ新作の正式タイトルが発表され、新ハードの対応ソフトであることも、合わせて公表されました。本作ディレクター藤林さん曰く、プレワイのコンセプトは2つあったそうです。一つは、戦術したように、ゼルダの当たり前を見直すこと。もう一つは、原点回帰というものです。そして、原点回帰というコンセプトを打ち出した真意には、初代ゼルダの伝説が念頭にありました。8つのダンジョンに難易度のレベルが設けられ、キーアイテムがなければいけない場所もありますが、フィールドを自由に探索できるというゲームデザインは、すでに初代ゼルダの時点で実現されていたからです。だからこそ、もう一つのコンセプトは、原点回帰となりました。したがって、プレワイのロゴデザインも、それまでのアルファベットを用いたデザインから、初期シリーズのロゴを彷彿とさせるデザインに変更されています。こうして本作は、オープンワールドとして作られることになりましたが、そこに二つの画期的なアイデアが盛り込まれました。これまでのゼルダの当たり前の一つに、リンクの行く手を阻む壁や障害を、キーアイテムで乗り越えるというものがありました。例えば、パワーグローブを入手し、岩を持ち上げられるようになったことで、次のエリアに進めるといった仕掛けです。こうしたゲームデザインは、いわば作り手が敷いたレールに沿って、プレイヤーがゲームを進めることが前提のものでした。しかし、藤林さんたちが目指した、新しいゼルダは、広いフィールドで自由に遊べるものであり、
プレイヤーが最能動的に自分の判断でプレイできるゲームでした。それを実現するにはどうすればいいのか。そこで藤林さんが導き出した答えは、リンクが山や壁を登れるようにするというアイデアでした。従来のゼルダにおける山や壁は侵入を阻むものとしても受けられていました。キーアイテムを手に入れるまではまだこっちには行けませんよという行動範囲を縛るためのものでした。しかし本作ではまさに逆転の発想で、これまではプレイヤーの移動を制限するために存在していた山や壁をリンクが登れるようにすることによって、より自由度の高いオープンワールドを実現しました。元来オープンワールドは移動の障壁を極力なくし、どこにでも行けることが特徴の一つでした。とはいえ、山や海など侵入不可能なデッドスペースも存在していました。そんな中、本作は壁をよじ登るというアイデアによって、広大なフィールドマップ上にデッドスペースがほとんどなくなり、真の意味でどこにでも行けるオープンワールドになりました。この逆転の発想から生まれたアイデアは、オープンワールドゲームにおけるまさに障壁突破、すなわちブレイクスルーと言っても過言ではないと思います。ただその一方で、ブレワイには頑張りゲージというスタミナに相当するゲーム的制約が設けられています。原則どこにでも自由に行けるけれど、リンクを成長させればその自由度がより拡大していくという仕組みでした。それはプレイヤーがリンクを成長させることに対する大きなモチベーションの一つであると同時に、成長の喜びと実感が得られる要素でもありました。物理的な制約は取り除かれているけれど、ゲームとしての面白さを演出するためにゲーム的な制約は設ける。なぜなら、頑張りゲージの制約があるからこそ、ある目的地を目指す際に、プレイヤーが現状のゲージを睨みながら、到達ルートを模索する楽しみが生じているからです。また、崖をよじ登っている際、徐々にすり減っていくゲージを尻目に、果たして上までたどり着けるかという、ハラハラ感を演出する要素にもなっていました。ゲームの楽しさとは何か。それは取りも直さず、プレイヤーの中に、様々な感情が生じることだと思います。ドキドキしながら、崖を登り終えた時の安堵感。あと少しで登りきれなかった時の悔しさ。やっとの思いでたどり着いた高台から、広い世界を見渡す時の達成感と気持ちよさ。どんどん高い壁が登れるようになる、リンクの成長に対する喜び。高ければ高い壁の方が、登った時気持ちいいもんな。プレイヤーの中に様々な感情を作り出すために、 100% の自由を与えるのではなく、あえてゲーム的制約を課すというのが本作のゲームデザインの興味深いところだと思います。本作の崖登りと頑張りゲージのシステムは、同じく巨像によじ登り握力ゲージという概念のあるワンダと巨像の影響を受けているのかもしれません。そしてもう一つの革新的アイデアは、パラセールによる滑空です。藤林さんは、崖をよじ登り、高台から広いフィールドを見下ろした際に、人がやってみたいと思うことは一つしかないと考えました。それは、まさしく高台から飛び降りることです。私は一生飛行機に乗れないくらい、強度の高所恐怖症なので、その意見には必ずしも同意できませんが。ただ、パラセールで空を舞う気持ちよさは、本作を通じて、十二分に体験することができました。シーカータワーの頂上に到達すると、マップを開放することができます。そこから周囲を見渡して、次の行き先を決めたとき、このパラセールのアイデアによって、登ったばかりのタワーをせっせと降りるのではなく、気持ちよく風に乗って飛び降りることが可能になりました。このパラセールのアイデアも、100% 自由に空を飛空できるのではなく、あくまでも、パラシュートのように、重力に従って少しずつ落下するというものです。とはいえ、ゲーム冒頭から、いきなり広大なオープンワールドに送り出しても、一体どこに行けばいいのか、プレイヤーが二の足を踏むことになるかもしれません。そこで本作でも、ドラクエ1と同様に、密室空間の改正の祠からゲームがスタートしていました。ここで、防具の装備とシーカーストーンの入手、壁登りの操作を覚えた後、外に出られるようになっています。外に出て、リンクが丘の上から、広い世界を見渡すシーンは、まさに、本作の壮大なスケール感を示すものでした。また、やはりドラクエ1で、最初の城を出た時に、プレイヤーが対岸にある、竜王の城を目にするように、この世界を見渡す場面でも、正面にハイラル城と、デスマウンテンが見えるというアングルになっています。
堀雄二さんの言葉。人間は目的が分かった方が頑張れるから、ゲームが始まってすぐに、目的地が分かるようにしています。自由度の高いゲームだからこそ、分かりやすくするために、一番最初にゲームのゴールを示そうと考えたのかもしれません。そして、ここでタイトルバック。思わず胸が高鳴る瞬間の一つです。これまで様々な作品の中に、ゲームの歴史に残る名場面があったと思いますが、ブレワイのこの外貨を見下ろす場面も、間違いなく、ゲーム史に残るものになると私は思います。ちなみに、全くの偶然かもしれませんが、初代ゼルダの説明書には、このタイトルバックの場面と、ほぼ同じ構図のイラストが掲載されていました。もし単なる偶然だったとしても、当時はイラストでしか描けなかったものが、長い時を経て、こうして実際にゲームで表現できるようになりました。プレイされた方ならご存知の通り、最初の舞台である始まりの大地は、ゲームのチュートリアルに相当するものでした。しかし、いかにもチュートリアルですというものにはしたくなかったと青沼さんは語っています。最初の舞台を一本道にすると、あからさまにチュートリアルだと、プレイヤーが感じることになるため、自由に行動できるフィールドを用意することによって、やらされている感をなくしているのだそうです。したがって、始まりの大地は、お金や買い物の概念はまだ出てきませんが、その後のゲームに登場するあらゆる要素が存在しているため、いわば、世界の縮図として設計されているそうです。つまり、チュートリアルと本編を、別々のものとして考えるのではなく、同じ性質の舞台をそれぞれ用意し、的用紙かのように、入れ子の構造にしたというわけです。シーカータワーと4つの祠。祠で入手できる4つの克服の証。時の神殿で、うっすらと笑みを浮かべている謎の女神像。森の中で出くわすイワロックとの戦い。初期装備では凍えてしまう寒冷地帯。水辺に囲まれた祠に入る際には、必ず泳ぎを経験することになり。高台にある祠に向かう際には、必ず崖登りを経験することになるという、周到なマップ設計。そして、料理のレシピを忘れてしまったという、うっかりおじいちゃんの日記。まさに始まりの大地は、広い世界の縮図そのものであり、チュートリアルと感じさせないチュートリアルでした。この始まりの大地は、2016年の E3 で初公開されましたが、これが、ブレワイが目指すべき製品クオリティであると、300人の開発スタッフに対する、指針にもなっていたとのことです。当面のガイド役の老人との出会いによって、本作で重要な要素の一つ、料理を体験できる機会が設けられています。焚き火のそばには、老人が焼いた焼きリンゴが配置されています。食材はそのまま食うのもいいが、炙った方が栄養も増してうまいんじゃ。焚き火のすぐ手前には、おあつらえ向きとばかりに、リンゴの木が配置されていました。最初は、リンゴを焼くという簡単な調理に始まり、その後老人の家に行くと、防寒着を報酬としつつ、鍋を使った、複数の素材を組み合わせる料理が促されます。やってみせ、言って聞かせて、させてみせ、褒美で釣らねば、人は動かじ。老人に話しかけると、目の前にある、時の神殿という建物が示されます。時の神殿に続く道には、火のついていない焚き火や、切り株に突き刺さった斧などが、思わせぶりに配置されていました。このように、自然に色々なことを、能動的に試してみたくなる動線が、始まりの大地の至るところに用意されています。ガイド役の老人も、必要最低限のことしか話してくれません。なぜなら本作は、多くの行動と判断を、プレイヤーに託しているゲームだからです。そして、4つの祠を探し当てると、老人からパラセールをもらい受け、広いオープンワールドに飛び立つことになりました。この広いフィールドを構築する上でも、実に様々な試行錯誤があったそうです。ブレワイ開発スタッフの言葉。フィールドを広くしただけで、ゲームが面白くなるわけではない。何をどのように配置すれば、面白いオープンワールドになるのか。高速性の強いメインストーリーの提示と、自由度の高いオープンワールドを共存させる方法など、果たして存在するのか。また、ゼルダの当たり前を打破すべく、一体何を変え、何を新たに構築しているのか。そこにはいくつかの、従来のゼルダシリーズとは決定的に異なる、ある根本的な変化がありました。続きは後編で。
前編を最後までご覧いただき、ありがとうございました。今回の動画が面白いと思った方はいいねボタンを、ゲームやわの活動を応援してくださるという方は、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。後編では、オープンワールドであるがゆえの、いくつかの根本的な変化、フィールドマップにある様々な工夫、雪だるま式に増える楽しみ、海外のブレワイに対する評価、オープンワールドとメインストーリーの共存について、さらにお話しする予定です。それではまた後編でお会いしましょう。おやすみなさい。